新品のように綺麗にするっていう動画でございます。顔のパックみたいな。じゃあ行きます。綺麗になりましたね。こんな感じで、はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、ちょっとある実験をしてみたいと思います。こちらですね、須藤さんのウェットシェルター。頻繁に洗っててもこういう風になんかこう白い汚れがついてるんじゃないかなと思います。で、今回はその白い汚れを新品のように綺麗にするっていう動画でございます。あともう一つ、これですね、ちょっと運送上の事故でこの割れたウェットシェルターがあるので、こちらの方はどのぐらいの力で割れるか強度実験ですね。それでちょっと使おうかなと思ってます。その強度実験をね、動画の合間でやりたいと思います。はい、ではね、早速いろいろやっていきたいと思います。はい、じゃあまずこれはちょっと置いといて、まず汚れを落とす作業ですね、それからやっていきたいと思います。これはね、2、3回しか使ってないんで、すごい綺麗ですね。で、こっちはこのね、白いのがね、出てきてるんですよね。2ヶ月ぐらいですかね、使ってるやつなんですけど、若干ね、白くなってるんですよね。何なんですかね、この汚れは。で、もう一つ一番汚れてるやつがこれですね。こんな感じで、なんかね、汚いんですよね。まあ、おっさんが思うのは多分水垢だと思うんですよね。その水垢を取る作業、それをやって綺麗にしていきたいと思ってますね。こういうものも準備してます。はい、これですね、ヤスリでございます。マジックペーパーの80番ですね。このマジックペーパーっていうのはある程度何回も使えるっていうやつですね。でも削り落とすっていうことは、ここがちょっとツルツルしてしまうんですよね。ザラザラがなくなってしまうんで、あまりこのヤスリで削るっていうことはしたくないんですよね。なのでまず他の方法でね、落としたいと思います。で、まあおっさん考えたのが水垢なんで、やっぱりこれですよね、酸ですね。酸を使って落とそうと試みてみます。だいぶ前の動画でねるねるねるねの紹介をしたんですけど、その時に汚れの落とし方の説明もちょっとしたんですよね。で、その時に水垢はこの酸が効くっていう話をしたんですよね。それもあってクエン酸を用意しました。このクエン酸で爬虫類用シェルターの汚れを落とすっていう行為が、こう生態に異常が起きそうだなって思う人はやめといた方がいいかもしれないですね。もう僕は水で洗ったりとか天日干しすれば、また爬虫類にね、使えるんじゃないかなと思ってやろうと思ってます。クエン酸ってこの粉状なんですよね。なのでそれをこれにかけても意味がないので、水で溶かさないといけないんですよね。水で溶かしたのがこちらでございます。500ml のお湯に対してクエン酸が 10g ですね。それを入れて溶かしたお湯でございます。で、これを使って憎き水垢をね、落としていきたいと思います。はい、ということでクエン酸水漬けにしたいので、バットを用意してこれを入れます。全部かけちゃいます。これで取れるかな。はい、ついでにね、こっちのこのちっちゃいのもちょっとね、汚れてるんで、これもね、一緒につけちゃおうかなと思います。このほんと白い汚れ取りたいですよね。ここに水をつけた状態にしたいんですよね。なので、このキッチンペーパーを使ってパックにしたいんですよね。顔のパックみたいな、こうやって、あ、なんかぬるぬるしてますね。はい、びっちりね、パックできました。本当に綺麗に取れるか心配なんですけど、
まあ、もし取れなかったら、まあ、クエン酸しても取れなかったよっていうね動画になるんじゃないかなと思ってます。これだけしたらいいでしょう。一応ここから1時間漬け込もうかなと思ってます。1時間放置時間があるので、こっちですね、ウェットシェルターさんの強度実験ですね。どのぐらい衝撃を与えたら割れるのかとか、そういうのを実験したいと思います。はい、ということでね、今から割っちゃいたいと思います。まあ、なかなかこういうねウェットシェルターを割るっていうことをすることはないと思うんで、貴重な映像が撮れるんじゃないかなと思います。で、あとここの中にレオパさんが入って出れなくなるっていう事件がネット上で1件あったんですよね。まあ、なかなかそういう話を聞いたことがなかったのでびっくりしたんですけど、シェルターを割って救出させたっていう話がまあ1件ありましたね。ここを割ることがもしかしたらあるかもしれないんで、まあ、割り方って言ってもおっさんも割ったことないんでわかんないんですよね。とりあえずね、いろいろやってみようかなと思います。で、これですね、まず道具は皆さんの家にもありますかね。あと金槌ですね、ハンマーわ、なんかもうすでに割れそう。レオパさんが中に閉じ込められたっていう想定でちょっと割ってみたいと思います。ここにレオパさんがいるんでこうはできませんよね。だけどやっぱ外側から割っていくしかないですよね。なんか怖いなここら辺がいいかな。じゃあ行きます。おお簡単に割れたあ、いいね、これやったら多分出れますよね。あ、でも破片がすごいな。こんな感じで意外と簡単に割れましたね。多分ここだったら硬いと思うんであれですけど、ここいいですね。で、もしレオパさんが閉じ込められて救出したいときはここですね、ここ行きましょう。ね、はい、ということでね、どんぐらいですかね、1時間半ぐらい経ちました。取れてるかどうか確認したいと思います。どうかな、あの白いやつが、取れてる取れてますね。おお、でもちょっと乾かしてみないとわかんないんですけど、やっぱ取れるんや。ちょっと半信半疑でやってましたけど、こっちは、なんか取れてる白くないですもんね。白い汚れはもう完全に取れましたね。ちょっとね、乾かしてみないとわかんないんで、ちょっと一旦水で洗ってちょっとね乾かしたいと思います。一旦洗って持ってきたんですけどこういう状態でね、乾いたら全然取れてなかったですね。はい、まだね白いんですよね。残念ながら取れてませんでした。最終兵器のこれを使いたいと思います。これでねもう削ろうと思います。まあ、削りたくないんですけどね、まあ、削ったらさすがに取れますよね。はい、ということで綺麗になりましたね。こんな感じで白いのは取れました、ね、結局クエン酸は効かずヤスリで削ったっていう感じでございます。まあザラザラも若干残ってるんでね、いいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。須藤さんのねウェットシェルターを新品のように綺麗にするっていう動画でしたけども、もうねいろいろ実験してたらもうね夜になっちゃいましたはい、まあなるべくね削って落とすっていうのはあんまりしたくなかったんですけど、そのぐらいしか方法が見つかってないですね。
今からまたいろんな方法を試して取れる方法を探していきたいと思います。はい、こんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。